どうもー元気、やっぱりこの一言でですか。やっぱり元気ですね、ほんと。いや、なんかその、どうもーがもう慣れてる。いや、合わせただけです。なんか、やばい、この番組って、なんか最初にこういう、やるっけとか思って、聞けばよかったって思って。とりあえず、まあやっぱ元気が一番、つかみが一番だな。なんかすっきりしました。すっきりしました？明るいところで監督に、あれなんか、今日はちょっと雨なんで、もう髪の毛がうねってうねってしょうがないんですよ。湿気なんですね。めっちゃ湿気なんですよね。湿気でもうね。湿気に負けちゃって。裏路地っていうものをね、まあやらせてもらってる。まあさ、サイコスターってさ、言っちゃえばさ、まあ裏路地、まあ準レギュラーみたいなもんじゃない。怖い話がすごい好きだし、ね、なんかそのもういろいろ持ってるっていうから、ちょっとね、思ってたのがあって、怪談最強戦っていう、まあ怪談のね、日本で一番怖い人を決めようっていう、そういう賞レースがあって、それが5月の頭から6月の半ばまで、第一次選考、いわゆるこのビデオ審査みたいなのを応募してる期間で、サヤカスターこれ、出すのどうかなって思ってるんですよ。いや、やりたいです。おー。すごい興味あります。練習も含めて、めっちゃやりたいです。ちょっとこう配信でこう追っていきたいです。やりたいです。じゃサヤカスター怪談最強戦への道、プロデュースバイ裏路地。めっちゃやりたいです。もう本当に怪談できる人がやっぱ普段日常的にいないし、やっぱ苦手な女の子の方が多いから。まあそうですよね。そうすごいこういうところを語れる機会とその。なんか私がそれについて極める機会ですごい嬉しいです。ウィンウィンというか。ウィンウィンですね。俺だからもうさやかさんがこの怪談をどんどんこう自分のものにしていって発表するような場が増えていくと、さやかさんの自身のお仕事もね回ってくんじゃないかな。怖い話大好きです。怪談のそういうイベントとかにも呼ばれたしちゃうかもしれませんし、ちょっとよろしくお願いします。本当にすごい嬉しいです。今怪談やってる人パンチさんっていう方ですね。夏目さん強敵増やさない。頑張りましょう。パンチさんは結構ね、普通にテレビとかも出られるんですよ。パンチさんとか。あ、すごい。怪談のテレビとかも出られてるし、もうそれぐらいの方なんですけど、パンチ負けないぞ。打倒パンチ。大丈夫かな。大丈夫、好きになったと思う。好き。ちょっと見させていただきます。パンチ教えて。で、笑い方の癖何なんですか。なんかすごくないですか。僕は今回出ないで、サヤカスターの僕はもうプロデュースで本当にもう全力でもうプロデュースしたいと思います。すごい頑張ります。絶対優勝します。おお。いや、やるからにもそうでしょ。そう、いいのよ。そう、いいの。いや、優勝でいいの。言ってこ。パンチに負けない。私、2月頃、最近じゃないんですけど、引っ越しをしたんですよ。で、その、引っ越しした先がなんか、普通に生活してて、ここ最近5月になったあたりに、これいつも毎日配信してる時に話してはいるんですけど、皆さんには、今日初めてお伝えするんですけど、なんか、普通に家帰ってきたら、私、バスとトイレ一緒なんですね。で、そこに入る扉あるじゃないですか。なんか換気扇みたいなのがついて、それがパッカーンって割れて、ドアについてるやつが、で、だから空洞になってるんですよ、私のドア今。で、なんか、おかしいな、こんなことを、こんな衝撃あったかみたいな。まだ入って3ヶ月とかですね。そうです。そんな頃になって思って、今でも放置してるんですけど、で、したら、ある日、なんか、そんなことがあって、ある日、パッと起きてみたら、ライブ行こうってなったら、パソコンついてるんですよ。勝手に。あれって思って。つけた覚えもないのに。そうなんですよ。この間、ずーっとついてたから、消した記憶があるのに、シャットダウンした記憶があるのに対して、普通についてるから、ちょっと怖いと思って、自分一人しか私鍵持ってないんですよ。事務所にも預けてないし、それもあって、したら、で、今日ここに来る予定だったじゃなくて、それだけでも話そう怖いなーと思って、したら、昨日、なんか、私、うとうとしてて、でアニメ普通に見ながらうとうとしてたら、ガチャって音聞こえて、えっつって思って、私結構鍵をかけないんですよ。家のね。家の。そう。ガチャって聞こえて、玄関から。玄関、扉1個しかないんですよ、私んちって。扉見て、普通に鍵かかってるんですよ。何の音って言って、そんな話を配信で、ファンの人たちにベラベラ喋ったら、面白おかしく。私、特典会で、ファンの人からお清めしをいただいてしまいました。それを持っといた方がいいよと。これどうすればいいんですか？これね、でも今のね、今の状況だけ聞いたら、まあなんかこう、部屋の中で音がするとかっていうのって、まあ普通になんかラップ音とか言うじゃないですか。はい。それってでも、そこの場所がどうとかっていうのは、別に分かってないかな。いや、私調べたんですよ。なんか、大島てる。っていう、その、あれあるじゃないですか。事故物件のね。そう。事故物件で、なんか、マップに炎が映って、そこをタップすると、なんかそこで自殺だったり、死因だったり、いろいろ書いてあるやつがあって、それちゃんと調べたんですけど、私、このアイドルになって1年半4回引っ越ししてるんですよ。意味わかんない数字ですね。それはなんでなの？もともと。いや、なんか結局、こう、その場所に住めなくなった理由がちゃんとあってみたいな。いや、それは大丈夫です。お金とかじゃなく、お金もありました。これは別に怖くないというか。いろいろあったのね。いろいろありました。いろいろ4回引っ越したのに、いろいろ理由があったんだけど、まあそれはいいと。まあそれは一旦いいと。それは一旦いいんですよ。それは全然怖くないから。怖くないからね。で、でも、その3人、なんか別に全然事故物件じゃないんですよ、全部。大丈夫だから、ここの今のお家も全然事故物件じゃなくて。炎はなかったと。なかったんですよ。だからなんだろう、私なんかね、かなみたいな。で、したら、最近私、美容室に行ったんですよ。その美容師さんに、着付けの美容師さんの店長に、なんか、さやかスターさん、なんか、ちょっと雰囲気今日暗いね、みたいな。そんなこと初めて言われて。ファンの方から、このお塩を。お塩、ありがとう。多分これ見てる方だと思うんですけど、これどうやって使えばいいかわからんって。これとりあえず。どうすればいいんだよ。なんかね、よく言うのは玄関のとこにね、こう置いとく、ちょっと盛り塩しとくみたいな言うけど、でもこれお清め塩だから、入るときにね、お清め、なんかこれ、あれですよね、いわゆるこう、お葬式の後とかに、入る前にこう、つけてパサパサってやるやつですよね、要は。そうなんだ。一応ですね、コメントでもいただいてるんですけれども、まず最初に、玄関に鍵閉めろって、鍵かけろって、そりゃそうだなと。最近ちょっとゾッとしたのは、なんか、私、大好きな親友がいて、まあ、その、R ちゃんっていう、言っときますね。で、その子と5年前ぐらいに、まあ、お互いの誕生日プレゼントにマグカップをなんか渡し合ってたんですよ。で、私最近だから引っ越し、あ、それもある！引っ越しした先で、なんか普通に私、マグカップで水道水バーっていつも飲むから、そこら辺に置いてるんですよ。なんかその、キッチンら辺に。で、変な割り方してて、なんか、えぐられたような。あれ、結構分厚いマグカップだから、あ、こんな割れ方もするんやなーって思って、私こうやって1年半引っ越すなんかずーっとそれを持ってってたんですけど、いろんな食器捨ててきて、めっちゃ大切にしてたし、さやかの S も書いてたし、だから電話したんですよ、その子に。ごめん、なんか割れちゃったって言ったら、あ、そうなんだって。さやかからもさ、なんかその時期に、激横ぷんぷん丸って書いてる、なんかマグカップもらったよね。私今それで飲んでるよって言って、私大好きって言って、その時電話切って、で、この、さっき美容室の話したじゃないですか。美容室行って、なんかちょっと、それこそ、大丈夫みたいな。ああ、来たね。で、なんか占い受けたいみたいな。そう。その時になんか、その店長の話で、なんか、まあいろんな話になって、そういうスピリチュアル的な。で、ちょっと不安になっちゃって、もう一回電話して、なんかさ、この間さ、コップ割れたじゃんって言って、あの後大丈夫だったって言ったら、いやさ、次の日に、激おこぷんぷん丸も割れたって。そう、同じタイミングで、お互い送り合ったやつ割れちゃって、美容師さん周りが、わざとなんじゃないみたいな。ああ、そう、電話が来たから。そう。すごいゾッとしちゃった。私本当に大好きだから、それは困る。嫌だっつって、ちょっと遊び約束取り付けて、武蔵小杉にマグカップ買いに行こうっつって、行きました、5月3日。メンバーたちには、もうマグカップやめときなよってめっちゃ止められたんですよ。また割るじゃんみたいな。でもマグカップ、もう、まあまあ、マグカップ買いました。それ、なんで、もう勝手に割れてたんですか？私はそうですね、もう、覚えはなくて割れちゃって、あ、親友のは聞いてないんですけど、まあそうですね、割れちゃったって言ってました。この話を、夏目さんが、めちゃめちゃ怖くできます。さやかスター。はい。階段最強戦への道。はい。プロデュースバイ裏路地。はい。というね、まあ、新コーナーを始めていきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、幽霊バイバイ。幽霊バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。